はい、国重コーチです。今日は、日本選抜組にバルセロナやレアルマドリードやセビージャやヘタフェをやった時の感想をね、聞いていきたいなと思います。本来ならば、トウスケとカイト、この二人もスペインでやってます。今日その二人がいないので、この6人にね、インタビュー形式で聞いていきたいと思います。せーの、ワオ！はい、ではまず、レアルマドリードと対戦した二人に来てもらいました。コーチの方からいろいろ質問して今から聞いていきたいと思います。OK ですか？はい。じゃあ座って話そうか。まず一つ目の質問が、レアルマドリードと対戦が決まった時の気持ち教えてください。めっちゃ嬉しかった。ユウトは？ちょっとビビったでもいいんだよ。ちょっとビビった？うんうん。まだビビるよね。あのレアルマドリードのね、いくら同年代とは言ってもね、あのレアルマドリードのユニフォーム着てる子がね、目の前におるもんね。うんうん。ビビると思う、それは。逆にフーがビビらんかった？すごいな。実際に試合しました、レアルの選手と。そこで感じたことがあれば教えてください。感じたことは、ちょっと背も高いところもあれば、フィジカルが強いところもあって、普通に日本人よりも蹴れて、足も速い子もいて、なんかいろいろと揃ってるチームで、パス回しも速くて、ドリブル突破しようとしてもすぐ取られるし、守備とかもガツンときて、2対1数的有利な状態を作らないと自分たちはもう負けるって思ってた。すごくない？フーが。すごいっす。めっちゃ話せるやん。フーがあのサッカー選手になれんかったら指導者になれるかもしれん、もう。すごいよ。その2対1くらいな、うまく前にボール運べないってのは分かったんやろ。すごいね。逆にリアルの選手はさ、どんなプレースタイルやった？どんなプレースタイル？もうドリブルとかせずに、パス回しばっかしてきた。ドリブルはせずに、基本パスを回して、自分たちのゴールの方に攻めていくような感じ。うん。ユートはどう思った？お前が全部言った後ね、今フーガに向かって言ってます。ユートも感じたことは同じってことね。うん。日本のさ、選手だったらこうドリブル突破がすごい上手い選手がさ目立ったりするやん。うん。でもレアルの選手はそうじゃなくて、チームとしてボール回しが上手くて、その中でも個人の技術が生きそうな感じだった。ドリブルは本当せんかった？全然。うん、全然。そうなんだ。日本だったらなんかこだこだ相手からさ、リアルの選手の子からしたらチームで生きる子やけど、日本の子ってさ、どこでも彼氏もこうドリブルしたりさすることが多いよね。すごいな、やっぱそのまんまなんやな。本当に今後レアルの選手とさ追い抜かないけんと思うよね。うん。あの絶対追い抜かなサッカー選手になれんし、追い抜かな世界トップでなれんやん。うん。今後に向けてどんなこと頑張っていこう？練習や守備の強度、パス回し、ボールスピードとか、練習頑張るだけじゃなくて、ちゃんと周りとか見て、視野を狭いだけじゃなくて広くとかしたりする。すごい。すごいですね。すごい、フーガ。ユートはどう思った？何を頑張る、ユートは。練習だそうです、ユートはね。練習頑張っていこうね。うん。あの、フーガは今4年生だけど、ユートは今3年生。ね。うん。あとさ、あのすごい思ったことがあって、自分で言うのもあれないけどさ、アモールで指導してることと、そのレアルの選手がやってることの違いとかあった？レアルの選手はもうコーチ、うん、そこまで全然話さなかった。うん。何も話さずに自分たちの中でわわわわ言っとって話しとった。じゃあコーチが試合中うるさいってことか、コーチが。そういうことね。レアルの選手はもうレアルのコーチが話さずに子供たちでわーわー話しとった感じ。うん。すごいよね、それはできるのね、やっぱ4年生で。だから強いし。じゃあ逆にサッカー面に対して、コーチがさ普段からさ指導しようときはさ、必要のない場所ではいらない技術を発揮せんでいいわけやん。いかにチームとして効率よく相手のゴールまでチャンスを作るかっていうのをずっと伝えたと思うよね。この自分たちがやってたこととレアルの選手がやってたことの違いとかあれば。パス回しとかも日本と全く変わらん。やってることは変わらんのやけど、だけあるのはボールスピードとか、人関わったりするのが日本人と比べてめっちゃ速かった。じゃあアモールでやってることはレアルの選手多分おそらくやってることは変わらんけど、その質の部分が全然違ったってことね。うん。なるほどね。質はやっぱ上げていかないけんね、今後練習でもね。はい。じゃあ次こそはね、勝てるように、じゃあカメラに向かって絶対勝つぞで終わろう、最後。せーの、絶対勝つぞ。はい、ではレンの方が、セビージャとヘタフェと対戦したよね。でシュートの方はベティスよね。コーチの方から聞いていきたいと思います。まずは強豪クラブとやる前の気持ちを教えてください。はい、少し緊張してますが、
うん、始まったらそんな緊張せんかった、うん、やる前はめっちゃ緊張するよね。1日目の初戦やん。あ、そうなん、一発目。俺もよ。え、電話一発目どこやったんかね。一発目やったんカンテラが。それは緊張するわ。実際に対戦してみて感じたことがあれば教えてください。はいはい。パスだらけ。もうめっちゃパス回された。もうマジビルドアップの時パスしかせん。全く取れんかった。走り回せるよだけ。なんか日本のチームやったらさ、ディフェンスラインからドリブルをするチームとかいたりするやん、うん、そんなんではない。全然ビジネスもそうやろ。後半はそうやった。じゃあ普段さ、アモールでやってることをスペインのチームやってたやろ。うん、同じこと。同じよね。え、レンはどう感じた。パスだらけ。うん、そうよね。やっぱアモールでやってるようなことをやったったよね、マジで。これけど、うん、質が結構、まあ、質がね全然違うね、そこに関してはね。そう、今回対戦してみてからさ、差が分かったやん。世界トップとやってみてからね、この差を埋めていくために今後は何を頑張っていこう。このスペインの強度と同じようにアモールでプレーをして、うん、みんなにも同じプレーをさせたい。シュートが引っ張って同じようなプレー強度をやっていきたいってことね。じゃあレンはどう、何を頑張っていこう。頑張ります。 OK、 それでいいや。OK、 頑張っていきましょう。ありがとう。次はバルセロナと対戦した2人に来てもらいました。まず1つ目の質問、バルセロナとやる前の気持ち、どんな気持ちだった？めっちゃ楽しみやった、うん、ヒーローは？勝てるように頑張りよった。本気で勝つ気取ったもんね。じゃあ実際にやってみてどうやった？すごい腹立たれた、うん、何が上手かったの、そんなバルサの選手って。間通すパスとか、ターンとか。じゃあ実際に課題が分かったやん、バルサとやってみて。こんくらい下がるんだなみたいな、この差を埋めな、絶対この子たちには勝てんわけやん、うん、何を頑張っていこう、これから。フィジカルつける、練習で練習してる、うん、試合強度のとこも全然違った、うん、でもハヤトとヒーラに関してはおそらくあのバルサの選手1個か2個学年も上よ。そうよ、同級生じゃないよあれ。この2人に関してはあの1個上の世代、もしくは2個上の世代かな、日本選抜メンバーに選ばれたのに。同級生あと何人かおった？2人ぐらいしか。全国で5年生が4人しか選ばれてない中のこの2人がアモールから選ばれてないけど、ね、そこはめちゃくちゃ自信持っていいけど、上には上がおるからすごいいい経験になったんじゃないかなと思います。コーチはね、もう一回ね、小学生のうちにバルサとねやってほしいなと個人的に思っておけ、次やった時にバルセロナを倒せるようにね練習頑張ってください。はい。これはねリアルな、ね、感想です。 SNS の発信見てくれてる方は分かると思うんですけど、無駄な技術は、ね、発揮しないです。トップトップの選手はこの経験すごく大事だと思うので、今後もね頑張ってください。はい、応援してます。はい、はい、せーの、ゴー。どっか連れて行っとって、連れて行ってくれん、どっか遠くに。しばらく帰ってこれん、バスに連れて行って。バスどこに。おぉ、レイほらジュース買ってくれて、叩く落ちが。マジ？いや、一緒に。いや、レイもよ。行ってきて、はよ。